谷ブラブ使ってますか？小学校に寄贈も今は使っていないんです。なぜ校長室に保管？意味のないグローブだよ。キャッチボールもできない運動場って体育で何やんの？転売しないだけマシや。完全受注生産にすればよかったね。体育倉庫に入れて雑に使えばええんよな。別に盗まれてもええやろ。ちゃんと記事を読もう。やっぱり過ぎたよな。今って学校のグラウンドでもキャッチボールできひんのかよ。も末やな。大谷がやりたかったのはこうやって寄贈が話題になることで子供たちが少しでも野球に興味を持つことであって、グラブ自体がどう取り扱われるかなんて正直気にしてないんだよな。大谷グラブをどうするかじゃなくて、周りの大人たちが野球に興味持った子供にどう野球始める環境を提供できるかが大事なんだよ。ほんで我が子の通う小学校ではどういう扱いになっとるんや？グラウンドはキャッチボール禁止なんか。キャッチボール危ないってマジ。ドッジボールできないやんけ。